え、でも S か M かってなったら、なんなら自分の恋人にするんだったらモテない方がいいんだよ。本当に。こんにちは、えっちゃんです。そしてワンディーアンドユーポンです。はい、よろしくお願いします。まあね、あのユーポンの方でももうコラボ動画撮って今多分公開してると思うんで見てください。多分公開されてます。はい、今回私の方では NG ワード対決をやっていきたいと思います。やったー。 NG ワードゲーム知ってる？わかりません。わかりませんということで説明しましょう。わかります。はい、この紙にですね、お互いに相手に言わせるワード、例えばやだとかそれなとか、いろんなねワードが来ます。例えば私がそれなって書いたら、それを見えないようにユーポンに渡します。で、ユーポン受け取ったこれを見ないようにこうやって持ちます。あー、そうそう、カメラには映るように。で、それを言っちゃったらアウト、負け。そう、だから会話の中で頑張ってそれなって私は言わせようとします。これ言っちゃいそうね。難しいんだよね。もう言わせようとしすぎるとバレる。あ、この人こうやって言わせようとしてるなって自然と、そこも勝ち引きというか、あっていうゲームになります。はいはい、じゃあね、ママポンにちょっと審判をしてもらおうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ね、ワードを書いてみましょう。はい。うわー、分かんないんだけど。待って、何言いそうかな。ユーポンでしょ。じゃあ書いたら、はい、相手に見えないように渡しましょう。はい、書きました。書きました。はい、どうぞ。はい、で、見えないように上で開きます。逆合ってますか。言い合うワードこちらです。こちらです。もうトークの中でお互いに言わせ、あ、言わせ、これね難しいよね。何書いてあるか自分じゃ分かんないから。絶対言うわこれ。慎重にいきましょう。はい、じゃあそれではよーい、スタート。はいはい、じゃあトークテーマをじゃあこの4つの紙から1個選びましょう。じゃあ1個めくってください。はい、ということで1回目は恋愛のトークです。ゆうぽんはさ、でも今高校生でしょ。そうです。好きな人とかいるの？微妙いところですね。微妙？微妙。気になる人はいる？いない。いない。あ、いるかも。いるの？いるかもしれない。いるの？学校に？わかんないです、学校じゃないです。学校じゃないのか。学校じゃない、好きな人ね。逆にどうですか最近？最近仲いい。あー、いいですね。なんか喧嘩前結構してたけど、なんか最近はもう喧嘩にならない。もすごい。え、好きな人と喧嘩する？したことはない。ない。悪いとこ見てたら嫌われるっていうのがね、嫌、だよね。嫌だ。わかる。ちょっと慎重になってますね今ね、結構ね。え、でもさ、どういうところで好きになるの？どういうところでなんかポイント、私だったらまず性格が優しいとか穏やかとか、がたいがいいとか、ね、がもう好きポイントで、逆に嫌いポイントは弱々しそうなやつ。それやばいやつだ、うん、なんか守ってくれなさそう。そう。悪者が来た時に悪者が来た時になんかこれ何もできないね、負けちゃってね、守ってくれなさそうだよね、うん、え、じゃあ嫌なところは？なんか構ってくれない。構ってくれない。あー、結構構ってほしい系。構ってほしい系。あ、じゃあ構ってくれれば誰でもいい。うん、誰でもいい。あ、そうそうそう、そういうのでもいいで、あのとりあえず一緒に行って楽しい人とか、うん、かっこいい人とか。かっこいい人とか、そういう人とか。見た目も大事だよね。見た目も大事です。え、でも S か M かってなったら、どっちがいいか。S 寄りな人の方がいいかな。それはもう、同じ同じ。そうよね、なんかでもな、まあ、M の人の方が優しそうだけどね。まあでもなんか悪者来た時に、もっともっとやってる。気持ち悪い。それはちょっと嫌だ。それは嫌。じゃあ話題、トークテーマ変えてみましょうか。はい、行きましょう。じゃあ次は私がめくります、はい、これで、じゃん。嫌な女。まあどんな女が嫌かってことだよね。なんか人の恋愛に邪魔してくるやつは、あ、いや、こっちはこっちでやってるのになんか変に気使って入ってくるのも嫌だよね、うん、で、なんかその好きって分かってんのに、好きって分かってんのにお、ママポン、今のはやばいよね。なるほどね、確かに言わせたくない。
ポン言うぞ、まんまやめて。どうしようかな。はい、じゃあ交換します。交換します。これで、これで、はい。じゃあ今回はお互いにこちら言わせ合う形でやっていきたいと思います。はい、それではスタート。まずはトークテーマを。あ、次は男ですね。嫌な男。なんかちょっとネガティブなトークテーマですけど、嫌な男か。どんな人？やっぱりなんか性欲がすごい人だ。なんかいるじゃないですか、めっちゃ。いる？高校生でいる？いる。いるんだ。なんか本当なんか、ね、もうエロいですよ、全然。エロすぎるのは。でも変態が好きって言ってたじゃん。変態は好き。変態すぎるのは？超えたらやばい、ダメだけど、ほどほどがいいってこと。ほどほどがいい、やっぱりなんか。私はね、どんな人かな。上から来る人。いや、俺はモテるからっていうスタンスで来るみたいな。いるいるいる。知らん、知らん。関係ないんだ。なんなら自分の恋人にするんだったらモテない方がいいんだ。本当に。俺モテるアピール私にしてどうすんのみたいな。うん、なんか怖いな。どうでもいいしね。そう。逆に今井さん、それなんかこいつ本当に変態だなっていう。オロハくんはそうだよ。おがっつり。そうなんだ。むっつりスケベとかじゃない、もうダイレクトスケベって感じ。おお、うん、私も好きになる人はエッチな人とかが多いかもしれない。あーでもうん無理ってなるほどの人はいないかな。うん、本当にやりたいやりたいやりたいって言ったらちょっとあれだけど、まあ嫌な男他にもいろいろあるよね。金、結構ありますよね。金出さないとか、うん、なんか男も女もそれはダメだよね、うん、とかはある。うん、ちょっと様子を伺ってる感じがあって会話が続かないね。これじゃあ次の話題いっとく。いっときましょうか。じゃあ最後ですけど、じゃん。はい、先生あるある。先生あるある。先生あるある。よくツバ飛ばす人っていますよね。いる。あの一番前の席になると必ずツバ飛ばしに行くんですよ。やだ。無理。ちょっとそれはバッチリのは無理です。本当に。でもなんか私の先生あるあるはプリントこうやって重なってるやつを指でくるくるくるってやって。何やってる、何やってる。髪をばらけさすのにくるくるくるってやる人がいるの。あ。こうパサパサパサってやるのはそれが激しい先生。でもなんか英語の先生、うん、なんかもう口つけないでよと思って。舐める先生いるの？そう。やだ。何引いたもん、あれ無理。何それ、汚くない？ペロッペロッペロッ。それ私くんでしょ。そう。やだ。ちょっと先生たちやめてください。何をやってるんですかっていう。お願いします、お願いします。全然ダメだな。互角の戦いが続いてるので、じゃあ時間も置きましょうか。じゃあ残り1分。あ、そうしようか。じゃあ1分で いいよ。1分、残り1分でお互いに言わせ合いましょう。言わせ合えなかったらお互いに最後自分が何がここにあるかを予想して言って、それが当たった方が勝ち。待って、分かんないから。お互いにちょっと予想しながらいこう。じゃあ残り1分、スタート。じゃあさ、あの先生がもし授業中に寝てたらありなし？テスト中とか、こっちテスト頑張ってる。逆に寝ててもらった方がありがたいかもしれない。あ、あり？なんか寝れるから寝れるから、寝れるからいいやと思って。じゃあ授業中、なんかテスト中寝てる先生はありだけど、じゃあテストの答えを見せてって言ってくる男子、無理？別にいいよ。いいよ、あり。マジか。私は無理。なんか頑張ってるみたいな。あー、でも逆に見せてもらう方かも。見せてもらう側か。なんかバカだから見せてって言われないし、うん、結局はね、なんか見せてっていう側。ちょっと待って、全然予想できない。これなんだろう。文字を予想していきましょう。触ってわかる。OK です。はい、じゃあユーポンからじゃあおでこの文字予想してください。なんかやたらと聞いてきたんですよ、ありとかなしとか。それでありって言葉かなっていう。はい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 、なるほどね。じゃあ私はこれ予想は多分変態とかじゃないかなと思って。じゃあ
せーので見てみようか。はい、せーの。はい、無理。あー、惜しい。2人とも惜しい。そういうことね。だからなんか性欲強い人ってどう思いますかみたいな感じで聞いて、ギリギリの性欲はねって言って欲しかったんですよ。なるほどね。うわー、これ引き分けですね。引き分け。はい。でも私1回目勝ってるから、私たち、あー、ぜひやってみてください。ユーポンのチャンネルの方で動画も上がってますので。